はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ヘビーメタルは体に悪いのか。お、これ前から我々がちょっとこう話してたことですね。ちょっとずつ、はい、なんか心の内容は言ってないけどですね、心の健康とヘビメタってこれみたいなね。そう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 、そういうのはちらっとは話題にはしたことあるんですけど、はいはい、内容は言ってないなと思って今回ちょっと動画にしてやろうと思ったんですけどもね、はいはい、まあ僕らの頃はどうやろな、でもヘビメタ聞いてたらちょっと親にえって思われてた世代かもしれない。あ、でも私の世代でもちょっとありました。うん、なんていうんですかね、言い方悪くするとちょっと素行の悪い方々が聞くものかなっていう認識があったので、うんうんうん、なんかちょっとこう激しくて少し暴力的にも聞こえるみたいな変な偏見ありました。特に親ですね。そう、そう、うん、親世代でも、元々はもっと僕らの上の世代やと、はい、もうエレキ持つのが不良やって言われてる時代ですからね。すごいですね。今ではありえへんでしょ。すごいですね。もうエレキ持った、あ、もう不良みたいな。そういうレッテルが貼られる時代やったんですよね。ね、うん、だから体に悪いのかって、よくヘビーメタル、そんなやかましい音楽が体に悪いとかストレスがたまるとか、クラシック聴きなさいとか、ランさんなんかそうやったんちゃいます？ね、お母さんクラシック好きやから、はいはい、クラシック聴いた方がええんやとか、うちの親もよう言うてました、はい、ポール・モリアを聴きなさいとか、クラシックじゃないけど、ポール・モリアってオーケストラプラスちょっとバンドが入ってる曲なんで、聴きやすいんですけども、なんかああいうのが音楽やみたいに言う人が結構いたんですけども。さてさて、ほんまにヘビーメタルで体に悪いんかいということで、いろいろ調べますとですね、はい、どうやら違うと。お、それ言ってるなんかこうお偉いさんとかいてらっしゃるんですか？そうやったらお医者さんが言ってるんですよ。 お医者さんで、どこぞのちょっと海外の大学 の、 その論文でも上がってるぐらいですね。ちゃんと、まあ、僕そんな英文の論文読めないんであれですけど、要約したやつを読むんですけど。あ、なるほどなるほどなるほど、ほうほうほうみたいな感じで、あ、やっぱり言われてるんですよ。へ、でちょっとこれリンク貼っとくんですけど、はい、まあ、一番わかりやすいブログがあって、はい、頭ナビさんっていうのがあって、はいはいはい、頭ナビさんっていうなんかこういうブログがあって、へ、ちゃんとまとめてあるんですけど、はいはい、ここに書いてるんですけど、まずヘビーメタルを聞くとネガティブな感情が減退する。我々の言ってること、そうなんです。ネガティブ感情が減退するっていう、これ聞くと、もう言ってますけど、私これがこういうのが一応判明しているという、うん、だ、研究だから多分その、人を集めていろんなチームを作るんですよね。そのヘビーメタルを聞いたチームと別の、じゃあクラシックの聞いたチームとか、こういろんなのやったと思うんですけども、はい、多分そういうのを聞いて、ネガティブな感情が減退するっていうことが非常にこれ、最近では言われるようになったっていうね、はいはいはい、で、すっきりした目覚めを得ることができるっていうこともあるらしいです。なるほど、ヘビーメタルを聞くと、なるほどなるほど、うん、まあ、むしろなんか寝られないではなくっていうことですね、うん、そう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 。でね、これうちのチャンネルこれやってて思ったんですけど、はいはい、メタルを聞いてる人にね、うん、悪いコメントしてくる人がほぼほぼいないんですよ。あ、アンチコメントいうやつですか。はい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 、ある、一件二件はあんねんけど、うんうんうん、でもまあこの前ほら、うちそのベビーメタルとかラブバイチとかを、あ、はい、そうですね、扱って、うんうん、初めて扱ってコメント山ほど来てるんですけど、うんうんうん、その中にそういうネガティブコメント、そういや一番少ないわメタルの人たちがと思って、あ、あ、そうなんですね、うん、あ、ほんまやって思って、これを見た時、はい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 、うん、まあ、なんか心のなんかなんていうんですかね、こうネガティブな感情がもう常日頃発散されてるっていうことなんでしょうね、聞いて。意外とね、クリーンな人多いんですよ。いや、これね、ほんま YouTube やってたら分かるんですけど、コメントがあれと思って、あんだけさ再生されたやん、でコメントがもう多分、まあ、ね、300件ぐらい来てるのかな、あの1個の動画で、でそんだけ来ると、ね、1% ぐらい、30件ぐらいはなんか期待するんですよ。基本はやっぱり全員が全員なんかこう、うん、いい内容でコメントをいただけるかって言ったら、やっぱり一部そうでない方って絶対出てきますよね、うん、絶対、それは当たり前の話なんですよ、うん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 、ところがメタル の、 その話題の時は確かに少ないなと思って、
しかも初めて我々を見るわけやん。その、まあそうですよね、例えばベビーメタルとかやって、うん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 、でその動画で、まあ、うちが今4万回ぐらい行ってんのかな、うん、ボーンって再生されてコメントドワーッと何百件ってついた。でその人たちって僕らは初めて見た人やから、まあ、絶対気に入らんやろっていう人もいると思う。そうですよ。言ったらお前ら誰やねんっていう人間が、うん、ああだこうだ言ってるわけですよ。好きなこうアーティストさんに対して、うん、でも ね全然なかったんですよ。そう僕がベイビーメタル言うてたのねえそれは何件かあの言ってる人いる。ベビーメタルね、ベビーメタル、ベビーメタル、同じことめっちゃ言われててんけど、でもちゃんと丁寧にねご指摘いただきました。本当にいただくって、ねね、だってちょっと心すさんでる方やったらなんで呼び方間違えてんねん。いやほんまに死ねとか言われんのかなと思ってて、ねねね、いや本当そうですよ。だってもうコメント荒れてるようなあのそのなんていうんですかねあのところ見るともうすごいですよ。すごいやろ、この世の終わりみたいになってるやろ。バリ雑言がもうブワーみたいな。いやでもねメタルに関してたのコメントは非常にクリーンやなって思って、あ確かにそれ言えるかもなと思って。一応うちの YouTube でもそういうのは分かるじゃないですか。そのコメントは僕見てるんで全部ないなと思って。俺最初にその出した動画ってやっぱりちょっとアンチ来るよねって思っててんけど、まあ、ちょっとドキドキしながらっていうのはありますよね。そうそうそう、最初バズる時ってちょっとね、うんうんうん、ドキドキするんですよ。やっぱり初めての人に触れるわけやから、まあそうですね、バズるってそうなんですよ、うんうん、なんかこう動画がボンって伸びた時って初めての人に行き渡ってるからそうなるわけで、っていうことは初めて見る人が多いから気に入らん人も絶対おるはずなんですけども、ないと思って、うん、ほぼめちゃめちゃクリーンやんと思って、ね、いやだからやっぱりねエネルギーのあるものを聞くと人間ってポジティブになれるんですよ。そうなんですよね本当に。でなんかそのここに脳にいいらしいんですよね。あヘビーメタルってメタルって脳にいいということで、そこにちょっと引用させていただくと、はいはい、鼓膜を通って脳に入ったヘビーメタルは交感神経を更新しますと、まあ促進するっていうか、まあ、戦闘モードになるっていうことですね、うん、そうそうそう、うん、動物が狩りをするときとか敵から逃げるときに体がよく動くようにと、まあちょっと興奮状態ですよね、うんうんうん、そういう風にするっていう感じですね。認知機能がよりよく働くようにとか、あそういうのもあるらしいですよ。あでも記憶力もちょっと上がるみたいなこと書いてますね、うん、へえ。演奏は音、ボーカルの音声は言語だって。でそういう風に脳に入ってくるからっていうことで、その活性化できるんやって、言語やで処理されて、あ日本人特にそうかもしれない。あ、まあ、でもそうですよね。だからジャパメタってそうやん、うん、めっちゃ日本語の綺麗な歌詞とかも多いから、うんうん、そういうのが入ってくるって、言葉として入ってくるのも音としてと言葉としてと同時に入ってくるっていうね。それで脳の働きが活性化するという。はあ、なるほどね。なるほどね。あでもなんかあのボーカルの入っていない曲聴くよりかはもう、うんうん、ボーカルの入ってる音楽聴いた方が右も左もこう活性化するからいいですよっていうことですね。頭が活性化するからこうよりこうなんやろうな、ね、なんか人もともと持ってる能力が引き出されるっていうことですよね。感覚が多分研ぎ澄まされるんじゃないですか、ね、脳が活性化するっていうこと、うん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 、だからちょっとしたことでも幸せに感じたりするかもしれないですよ。いやいいですねそれ、うん、幸せになりますよ皆さん。今日のこのとんかつ定食バリうまいなーっていっていうだけで一日超ご機嫌みたいな、そうそうそうイエーイみたいな感じでとんかつうまいとんかつうまいなるかもしれへんよねえ、うん、へーすごすごそういうなんかやっぱり効果があるらしいですってヘビーメタルって。うん、あと幸せを感じやすくなるっていうのもここに書かれてますけど もう攻撃性が低くなるんだって。逆に逆に、なるほどね。そう、あ意外とそうかもね。確かにそのなんか神器臭いというかあの、うん、暗い歌あるじゃないですか。ありますね、スローで暗い歌を聴く人って、体育座りしてこう聴く感じよね。そうそう、こういう感じの歌を聴いてる人の方が確かに攻撃性ってあるかもしれない。なんかうつうつとして、うん、なんか共感はできるんですけど、うん、なんかその感情により浸っちゃいますよね、うん、そういう場合って、うん、やっぱりそういう気持ちも言ったらこう負のエネルギーが大きい状態なんで、うんうんうん、やっぱこういうヘビーメタル聞くとバーッと発散できるじゃないですか。ヒャーみたいな、みたいな感じやろってなるんで、あでも攻撃性が低くなる、なんか理論として私すごくこれすごい共感できますね。
開放な、なんやろな、こう普段のものを全部開放できるっていうのもあるし、で、あのより幸福感を得やすいっていうのも、まあ、書いてるんですけども、長期的にそのヘビーメタルを聞いてた人、長い期間ね聞いた人っていうのは、そうじゃない人に比べて幸福感を得やすい。まあ、でもこれ研究として、あの発表されてるらしいんでね、これ貼っときますんでね、見てくださいね、皆さんらしいですよ。いやー、コウさんすごいですね、はい、次、あの、はい、ショッキングを和らげるって書いてますけど、ショッキングな出来事に直面しても立ち直るのが早いだって。てかストレス耐性上がるっていうことですか、これ。めっちゃすごいじゃないですか。だから失恋した時、あ、分かるわな、失恋した時いいで、ほんまや、失恋ソング聞くんじゃなくて、失恋ソング聞いたヘビーメタルを聞くとおりゃー知るかー、浸透させましょうよ本当に失恋ソングを聞くべきではないですよ、うん、あれ余計に落ち込みません、失恋ソングって ずっと悲しくなるよ。そうそう、なんか自分のなんていうんですかね、なんかこうマイナスの気持ちを反芻しちゃうんですよね、あれ聞いちゃうとね、まあ、めっちゃ泣けますよそら、泣けますけど、それが前向きな気持ちになるかって言ったら、あの多分3ヶ月ぐらいちょっと期間はいるかなと私は思っちゃうんで。でもそう考えたらさ、俺、まあ、そういう時ありましたやん、若い時はさ、若い時、ね、10代ぐらいの時ってさ、はい、そら失恋はしますやん、まあ、そらそうですよね、今はどうってことないけどその若い時はね、はい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 、そういう時に俺の場合は何を聞いてたかというと、やっぱりこっち系やね、はい、メタル系やね。あ、そうなんですね、うん、あ、意外って言っていいのか、うわードワーっていうタイプの方が好き。なんかあのししなんかすごいしみったれた感じの曲聴いてるかと思ってました。俺だからあの洋楽やけど大好きなイングウェアマンスあれ聴いてる方も顔が歪むね、あれ顔で弾く感じよね、これね。何やろ、あのイングエマルムスティンのメタルってさ、はい、この重たい灰皿のこんなあれやん、はいはい、ありました。灰皿がワン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 黒い丸い灰皿があんねん。いやー分からへんわ。ドトールとか行ったらあるやつ、はあ、分かります皆さん。昔のそうちょっと重たいね、あれ何出て陶器みたいなやつやな。そうなんや、な私もうなんかあの重たい灰皿やったらガラスでできた、よくあのなんかもうドンキでガーン殴るみたいな感じの灰皿ってこれぐらいのやつや、これぐらいのなんか陶器っていうんかな、なんか珪藻土じゃないけど、はいはいはい、珪藻土でもないけどちょっと重たいやつが、セラミックっぽいやつが、ドトール行った時もちょっと確認します。私それをこうたまにこう適当にポンと行った時にこうこうなるんですね、ワン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 っていう、あーっていうね、あれに近いかなって、イングエマルムスティーンのあの早引きっていうのはでも当時よう めっちゃそういう早いの聞いてた。あーそうね、これほんま若い方皆さんやりましょう、やりましょう、これは。いや、こう若くなくてもいけるよ、うん、だってもういやでもあの年齢いってる方って意外と聴いてる音楽の幅ってすごく広いんですけど、うん、今時の若い人たちってすごく狭いんですよ。まあ、これでもいつの時代もそうなんかもしれんけどな、ね、俺もどっちかというと狭かったから聴いてる音楽って、うん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 、へー、ショック和らげてくれるんや。そうでもショッキングな時はメタルを聴けと、うん、そうそうそう、もうなんか今日ショックやったな、落ち込んだなっていう時はメタルを聴こう。でも落ち着くのがより早いと、うん、ジャパメタも聴いて、ね、で、それでもあれやったら洋楽の、ね、まあ、イングエでもいいですし、ね、スエアでもいいですし、ね、もう超本格的なやつですよね超本格的な方にいってもらいますそう、だからやっぱりそういう落ち込んだ時は聴こうぜっていうことですよね、これね、はい、すごっ、免疫力のアップにもなるらしいです。これはすごいですね、これは知らなかったっ、すごいな。人は好きな音楽を聴くと免疫系の働きがアップするっていう研究結果があるらしいですと。風邪にかかりにくくなったり、傷の治りが早い、それなんすごいな、なんか傷の治り早いか、スナック星人みたいな傷の治りが早いなあ、すごいね、そんなんがあるん や多分これってメンタルのところが大きいんだと思いますよ。だってポジティブな気持ちになれるって最初書いてあったじゃないですか、うんうんうん、そこからやっぱりあの
ポジティブな人って免疫力高いんで、うんうん、これ本当にあの医学的にも証明されてることなんでね、うん、ええことしかないじゃないですか、このさん、うん、すごいですね、病気にも、まあ、これはメタルに限らずですけどもね、この免疫力アップっていうのは好きな音楽を聴いて楽しむといいという、やっぱり音楽ってそういう力がやっぱりあるって言われてるから ね前からね、うん、あで自ら演奏するとさらなる効果がって書いてるんですけど、なんとこれ自分でどうやったかなって考えると、じゃあね、僕の場合ですよ、これね、僕の場合もその10代の時に失恋した時にやっぱりねギターの早弾きするとねスッとするんですよ。なんか無心になれるからとかですか、何やら無心にこう、うん、なんかね、でなんかこうそういう失恋した時ってギター上手くなるんですよね。あれなんなんやろと思って、あれいやそんなことあるんすか、あんねんあんねん、失恋した時ってうわーってもう夢中になるわけよ。まあでもなんかストレスが全部もうこのここに行くみたいなね、ストレスがやってるとなんかめっちゃなんで今日こんな弾けんねやろみたいな。いやこれほんこれ誰かいないですかね、そういう人。あひょっとしたらいるかもよ。でも漫画でもよくあるじゃない、戦闘系のなんかあのバトルモンの漫画とかでも、うん、怒りがこうすごい力になってめっちゃ強くなるみたいなね、それと一緒ですよね。一緒かもしれへんで、ね、怒りというか悲しみというかもうそういうなんかもういろんなストレスを全部その引き倒してみたいな、引き倒してうわもうそれでストレス発散みたいな、でその時ってなんかね多分ね、はい、興奮してんねやろな、でその血流がいいんかなんか知らんけど脳も活性化するから、メタルやから余計に脳が活性化してめっちゃ手動くんですよ、指動くんですよ、なんかその時っていやいやそうなんかな、うん、すごいな、へえ。まあでもあの好きになれないしっていう人はまあ無理にはっていうか、まあまあ、ソフトメタルぐらいから入って、ね、ソフトメタルですよね、ソフトから入ってちょっとなんか聞いてみるのもいいんかなと思いますけどね。いやでもこういうことを書いてる記事を見るとやっぱりコウさんの言ってた心療内科で、うん、俺ヘビメタをかけるっていうこの理論、みんなで ヘビメタを見よう聞こうみたいな感じのなんか治療があってもいいような気がするんだけどな、ね、なんか本当にそういったなんかヘビメタ療法みたいではないんですけど、うんうん、それを一回実験してみてみたいな感じでね、うん、そう、ね、ま、待合室でスレイヤー流れてる、ね、そうそうそう、だから待合室でまずはあの耳で慣れてもらうみたいな、でそれである程度あの半年ぐらい通ってもらったら、じゃあちょっと一遍これ CD 私が聞いてみてみたいな感じでやるとかね、うん、あれさ、心療内科のさ音楽の BGM ってさ、なんかなんかこうヒーリング系の多いやん、なんかそうヒーリング系ですね、ふや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 みたいなさとか、あれピアノのなんかあのなんか、うん、サラサラって弾いてるやつ、ね、あれ逆効果ちゃうと思うけどな。まあ一応ね、あの癒しっていうなんか あるじゃないですか、なんかそういったなんちゃらヘルツみたいな、おうおうおう、あれをこうメインで作ってるわけじゃないですか、そういうヒーリングミュージックって、うん、私なんかあの、ま、うつうつしてる時とかで夜寝られへん時とか YouTube でよくなんかよく寝れる音楽とか、うんうん、心があの落ち着く音楽ってやるじゃないですか、うんうんうん、余計に寝られへんし余計に落ち着かへんんですよ。ほんまに、いや俺心療内科でああいうなんかペラ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 綺麗な音楽流すのって俺ちょっとこれを 見ると、うん、っていうか前からそれは思っててんけど、うんうん、もうちょっと楽しいやつにした方がいいんじゃないかなと思うけど、ね、私的にああいう音楽を聴くと無理くりお前落ち着けよってなんか言われてる感があって、うん、すごくなんかもうってなるんですよ。あんまり早いやつはあれやけど、うん、ちょっと楽しめの音楽流したら、ね、まあ、それが逆効果になる人もおるんやろうけど、うん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 、なんか一回それ試してほしいですよ ね、そういうのね、なんか BGM 程度ぐらいだったら全然なんかこう一生懸命それ聞いてくれてたらストレスになるんですけど、耳に入ってくるものってそんなになんかがうわってならないじゃないですか、うんうん、ね、まあ、でもあの俺一回なんかね食堂がね近所にあってね、はい、でその食堂でめっちゃスレイヤーレベルのヘビーメタル流してるとこあってやんか、あれはちょっとな、忙しいって知らない、飯食うてたらもうテンポ早いから早食べなあかんみたいな、そう、あれ何やろうな、めっちゃ忙されてるようなあれ作戦なんかな思って、お前早くて早出ていけみたいな、あ、それかもしれへんです、でもなんか居心地悪ないですそれ、ズタ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 、いやなんかじゃそれこそあの X のあの八代食堂みたいな感じ、クエーって言って、もうあんな感じになっちゃうね。
もう忙しい忙しい。もう味分からへんだろそれ。食事の時はちょっとあれかなと思うんだけど。いやまあ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 、まあ、確かにね、確かにね。そうそうそう思うんだけど、まあでもこういう感じで実際にそのヘビーメタルって健康にいいというか、心の健康にもいいし体の健康にもいいっていう研究結果ありますよと。まあこれが100ではないですけど、100% ではないですけども、そういう研究結果が一応ありますということでこう発表されてるみたいですね。はちゃんと論文にもなってるし、ね、うん、そういうふうにやっぱり研究してる人がいたんだと思って、ね、うん、だから体に悪いっていうのはうーんどうなのな、あんまり、まあまあ、合わん人は合わんかもしれないけどね、うんうん、まあ、まあなんか全員が全員これあのなんかなんていうんですかね、そうそう、ね、100の話じゃないね、うん、まあ、そういう傾向にありますよっていう話なんで、うんうん、まあ、あれはなんかね、やっぱり私の思ってたところがなんかこうなんとなくこうね肯定された感じがしてすごい嬉しいです、うん、攻撃性下げるっていうところはちょっとなんかも私すごい嬉しくて、ね、普通一般的には逆に思いがちだった。そうなんですよ、なんか今からなんかこう喧嘩しに行くんですかみたいな感じに思われるじゃないですか。だから私職場でいつもあの職権時ヘビーメタ聞いてるんですよって言ったら、え、誰かと喧嘩しに行くんですか今みたいな感じで言われて違う違う、テンション上げるためって言ってプラスに働くよな、こう、うん、陰キャじゃなくて陽キャに動くんですか。そうそうそう、そうなんですよ、うん、だから一日脳がすごく活性化した感じがあって、うん、めちゃくちゃなんかその思考がクリアになるんですよね、うん、私あの朝一でヘビメタ聞くと、うん、なんで、あ、私の思ってることがそのまま言っていただけて非常に嬉しいと思って、うん、でもあれやな、ね、その演奏するのも良いって書いてたけど、うん、メタルってなんか歌う人の方が先死んでギタリストが生きてるってこと多いような気がするんだけど。そうなんですね。メタルじゃなくてロックとか全般で、はいはいはい、あ、ロック結構ボーカリスト、あれはね、あの大体酒やね、うん、大体酒ですね酒飲むとあかんねんけど、うんうん、酒ですね、うん、でもメタルのギタリストって、ね、だって高崎明さんなんかめちゃめちゃ今元気にやってるじゃないですか、うんうん、いやでも本当にだから、まあ、僕はでも演奏することによってその失恋から立ち直るっていうのを10代はやってましたけどもうすでにすでに自分で分かってやってるっていうね分かってっていうか気持ちええんなんかまあでもギター触れる人はなんかぜひともちょっと一回試してみてほしいですね、うん、落ち込んだ時にちょっとやってみるみたいな、まあ、こういう効果もあるんでね、はい、メタルのライブ行くとかメタルをこう CD で聴くっていうのは、ね、うん、ひょっとしたらうつでちょっとしんどいわっていう人はいいかもしれないですね、そうですよね、はい、ということで、はい、今回は、はい、メタルのね、メタルが体に悪いのか、うん、良いのかという話をしてみましたということで、これぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てやありがとうございます。誰切れません。